ビクトリア・ド・オン・ジャスティスは、アメリカ合衆国の女優、声優、歌手、ダンサー。米ニコロデオンのシットコム、ビクトリアスの主人公トリー、ベガ役で知られる。フロリダ州のハリウッドで、アイルランド系、イングランド系、ドイツ系及び、フランス系の血を引く父親トップエルトリコ系の母親の間に生まれる。8歳の時、芸能関係に興味を持ち始めたジャスティスはモデルを、 はじめ、オバルチンなどの CM に多数出演。2003年と2004年の夏のシーズンには、家族と共に、ロサンゼルスに滞在し、テレビドラマ、ギルモアガールズ、スイートライフ、いくつかの独立系映画などに、出演の機会を得る。その後、ロサンゼルスに移り住み、2005年には、ゾーイ101でレギュラーを獲得し、以降、アイカーリー、ネイキッドブラザーズバンド、 トゥルージャクソン VP スペクタキュラーなどのニコロデオンのドラマやテレビ映画を中心に活躍。2010年から始まったビクトリアスの主演に抜擢される。また、同年には同曲のテレビ映画ザ・ボーイ・フー・クライド・ウェアウルフで主演し、狼人間に変身する17歳の冗談役を演じた。2012年10月末にはニコロデオン・ムービーズ主演コメディ映画 そんなガキなら、捨てちゃえばが公開された。2015年に主演した MTV のスリラードラマアイ、キャンディでは、コンピュータの才能に引いてたリンディが、連続殺人犯に命を狙われる役柄を演じた。同年、NBC のコメディドラマアンデイタブルにゲスト出演した、エピソードは生放送で放映された。2016年に、ホックスで放送されたリメイク版。 ロッキーホラー賞に出演した。2007年にエーサウザンドマイルズを歌唱してデビューする。2009年にテレビ映画スペクタキュラーの劇中歌を歌唱している。メジャーデビューは2010年でビクトリアスの主題歌プロモーションシングル Make It Shine をリリース。続いて Freak the Freak Out をリリースする。Freak the Freak Out はトップヒートシーカーズで第1位を獲得。 その後、RIAA からゴールドの認定を受けた。2011年8月2日に、ビクトリアスサウンドトラックがリリースされた。アルバムチャート成績は、ビルボード200台5位、トップサウンドトラックスとトップキットオーディオで第1位を記録した。2012年に、第2作目のビクトリアス2.0と第3作目のビクトリアス3.0がリリースされている。 ありがとうございます。